皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。タイトルにもありますが、私青木かのんは2013年当時男から女に性別を変えるために言い出をしていた期間の約半年間、ニューハーフの性風俗店で受付のスタッフとして働いておりました。びっくりされる方もいらっしゃると思うんですけども、まずニューハーフの性風俗店とは何かということなんですけども、飲み屋とかではなくて、いわゆる男性客がニューハーフの方もしくは女装の方と体のスキンシップをするところです。そういったお店で私は働いてたんですね。で、先ほど受付のスタッフをしてましたと言ってたと思うんですけども、入った当初は私はスキンシップをするスタッフとしてお店に入りました。ただいろんなことがあり、スキンシップのスタッフから受付のスタッフに移籍したっていう感じですね。まずそのお店になぜ私が入ったのかお話をしますね。当時私は性別を変えたい変えたいっていういろんなモヤモヤが溜まっていまして、実家にいてももう毎日のようにお父さんとかにお前気持ち悪いんだよみたいな感じで言われてて、家族の中での自分のその居場所がだんだんとこう窮屈になっていったんですね。化粧したいのにできないとか、まあ自分のわがままから始まったわけですけども、やっぱり性別を変えたいっていう自分のその意志が強かったんで、私はもう何もかも全部捨ててやれっていう気持ちで実家を飛び出しました。で、その当時私は全然お金持ってない状態だったんで、本当にもう手ぶらの状態で家を飛び出していったっていう、まあ、衝動的に家出をしたわけです。じゃあ家出をしたらどうしようかってなって、お金もない、そして性転換したくて家出したのに手術をためるあてもない、私はこの先何をしていけばいいんだと、まあいろいろ考えて、じゃあ住むところどうしようかってなるわけじゃないですか。まあ住むとこあったら寮完備のアルバイトとかも探せばいいかなみたいな、まあ、そういう感じで最初言ってたんですけども、待てよ、いきなり性別を変えるって言っても自分と同じ境遇の人、要は性別変えたいって思ってる方々とか、まあ、変えた後の方々と、まあ、接点も何もないんで、まずはそういった方々から勉強したいなと思ったんですよね。まあ、そういう人とさ、やっぱり話すことでここを超えてやったらもっと女らしくなるよとか、まあ、いろいろ聞けるじゃないですか。だから新聞配達の仕事とか、まあ、そういった住み込みバイトやるよりかはニューハーフの人がいる職場に私は入ろうって思ったんです。実際にニューハーフの職業だけを掲載している求人サイトとかあって、そこで私もいろいろ見たんですよ。そしたらやっぱり多いのが飲み屋なんですよね。たださ、飲み屋ってすごい綺麗な方々が多いんですよ。で、当時、まあ、私こんな感じでどっちかというと中性な男の子って感じですよね。そういった感じだったんで、あ、飲み屋無理かと思って、じゃあ他のページ見よっかってなった時に、女装さん、ニューハーフにこれからなりたい方、女装初心者さんの、一からメイクなどのやり方をサポートします、寮も完備と書いてあった求人がありまして、もう私が行くべきところだと、もうピカーンってこう頭にもう稲妻がこうやってブワーってなったんですよ。これはもう行くしかないみたいな。で、こんなすごい私にぴったりなお店、どういう職種なんだろうなと思ってこうやって見たら、性風俗店でした。最初見た時に、あ、性風俗店かっていう感じになったんですよ。知らない方とこう、まあ、接触するわけでしょ、怖いなとか。で、当時私はやっぱり自分のその体が嫌だったわけだから、それを他の人に見られるっていうのが許せないっていう、まあなんかいろいろまあ、あったんですよ。ただもうこんな状況でなんかわがままを言っている場合じゃないなと思いまして、私はできる限りのなんか中性っていうか、もう女に寄せる感じの見た目に自己流でやって、そのお店に面接に行きました。もうめちゃめちゃ怖かったですよ。やっぱり自分の知らない世界だから、なんか先入観だけで行っちゃったみたいな、そういう感じでした。で、なんとか無事そこのお店の面接は合格してですね、その日の夜から私は入寮になったんですよ。なのでなんとか住むところは確保したぞっていう安心感はあったんですけども、まあ、周りにですね、もう普通に女性の見た目されてて、もう私よりも一回り二回りぐらい年離れてる先輩もいて、入寮できたのはいいんですけども、やっぱりそこでまた別の問題が出てくるわけですよ。人間関係、
そういうお店で働いてる人だから、もしかしたらあんまり関わらない方がいいんじゃないのかなみたいな思ってたんですけども、そういうことは一切なかったです。一切なかった。むしろ私がその仕事する前まで働いてたその昼間のバイトですよね、そういうところの、 あの職場の雰囲気より、むしろなんかアットホームっていうか、そういう性風俗店で働きに来る方って、まあ他の人へのその気遣いというか、まあ、そういったところに敏感な方が多いんですね。なので本当にびっくりするぐらい居心地が良かったです。無事に寮に入ることができて、そして人間関係も安泰だなと、もう性転換までまっしぐらだみたいな安心感はあったんですけども、肝心なことを私は忘れてまして、そうだ、私はここでスキンシップをしなければいけなかったんだと一瞬で現実に引き戻されましてですね、もちろん分かってはいたんですけども、何か心のどこかで未だ下半身が男の部分を受け入れられなかったんですよ。むしろ自分の体を受け入れられてないんで、他人にその体を見せるっていうのが許せないっていうか、うわーみたいな、まあそういう状況ではあって、でも生きる選択を取らなければいけないっていう考えがよぎっていたんですね。まあここで命の保証はなんとか確約はできたけど、ずっとそのモヤモヤが引っかかっていました。そして運命の初勤務ですが、私はそこでとんでもない行動に出ました。いざ指名を受けてお客さんと一緒にプレイルームに入りましたが、私はお客さんに土下座をしました。その時ですね、私が言った言葉、今でも覚えているんですけども、ごめんなさい、実は私自分の下半身が嫌いなんです、でも家出をしたのでここに来ましたと言いました。まあもともとこういう仕事だということは分かってたし、もちろんお店の人もそれ前提で私を面接を合格にしているわけじゃないですか。しかもお客さんもそういうスキンシップをするためにお金を払ってお店に来てるわけですよ。めちゃめちゃ迷惑なやつですよね。今のこの状況を私たちの身近なことに例えるのであれば、美容室、お客さんが、あー髪も伸びてきたし髪の毛切りに行くか、お客様どのようなヘアスタイルになされますか、そうですね、そしたらこの頭のてっぺんを刈り上げるスタイルでお願いします、頭のてっぺんを刈り上げるんですね、ちょっと恥ずかしいので切れないですっていうことになるわけですよ。わかります。ちょっと話戻すんですけども、私が土下座をするなり、お客さんが、なんこと言わないでや、可愛いおちんちん見せてやって言ってきたんですよ。そう言って言われても私はごめんなさいってずっと言ったの。私がずっとこうやってごめんなさいって連呼してるわけだから、お客さんもあ、これふざけてるんじゃなくてリアルかってなるわけですよ。まあ、そんな状況だからお客さんも急に真面目にならせちゃったっていう感じが合ってると思うんですけども、急にお客さんが僕でよければ悩み聞くよって言ってくださったの。その方もさ、自分の時間作ってお金払ってスキンシップしに来たわけだよ。それをさ、さっきの美容師さんに例えるのであれば、ごめんなさい、ちょっと頭のてっぺん見るの恥ずかしいんで切れないです。そうですか、じゃあ悩み聞きますよ、なわけですよ。やばいよ。当時二十歳そこそこだったんですけども、お客さんに気遣わしちゃって申し訳なかったなって思いますね。それからですね、1ヶ月間毎週のようにその方が私のお話を聞いてくれに来てくださってたんですよ。しかもケーキとかおやつとかいつも手土産を持って、で、そう、そのお客さんが私に対して、自分からあえて辛いことをやる必要はないんだよって、もし僕でよければそのお店の中の人にカノンちゃんを事務員として移籍させてもらえないかと僕から相談しようかって言ってくださったの。え、だって私が事務員になったらその方は私と会えなくなるわけですよ。だからその人はもう下心とか関係なしに、もう本当聖なる人とか言って聖人ですよね。もうそこまで気を使わせちゃったんですよ。まあ、そういうこともあって、私はスキンシップスタッフとしてお店に勤務を始めたのに、一度もそういうことをやらずに、まあ事務員としてその後5ヶ月間ほど働きました。まあ、そんなわがままですよ。もう途中でスキンシップの仕事放棄して受付に移籍した人間を、先輩方はそんなこと関係ないって言ってくださって可愛がってくれたんです。だって私、受付スタッフに移籍してからもお店の寮にずっと居続けさせてくれて、やばいでしょ。で、仕事終わった後に、で、先輩と話してる時に、私がちょっと悩みポロって言ったら、もうカノン、今日は私がご飯出すからそこでいっぱい話そうよ、すっきりするかもしれないしっ
当にあの時はありがとうございます。もう何もかも私はあのお店にお世話になりっぱなしで、今でもその当時のことを忘れないし、ずっと感謝しています。まあ、今まで私はこうやってあえて過去のこと言わなかったのも、今現在こう YouTuber としていろんな方々に見られるお仕事なので、自分から言うことはしない方がいいのではないかと思ってたんですね。ですが私は今までニューハーフのスキンシップをするお店で働いて、ニューハーフの飲み屋で働いて、まあ、いろんなそのニューハーフの先輩方々から学ばさせていただいたからこそ今の自分がいて、そして元男の子 YouTuber として活動できて自立できてっていう背景があるので、自分はこのルーツを隠すっていうのがなんか今までの自分の過去を否定してるような感じに思えちゃったんですね。なので、まあ、ああいう経験が私はあったからこそ、性風俗のところで働かれてる方を、なんかそういうところで働いてんのみたいないうないがしろな目で私は一切見ないですし、むしろ私はいろんなことを学びました。当時だって私女性ホルモン剤とかもあんまり詳しくなくて、こういうことやったら自分は苦しむよとか、こういうことやって自殺した人がいるからねとか、もう本当いろんなこと私はもうその先輩方から聞かされていたんで、私は今健康になんとか生きていられます。性別を変えるっていうのは命を削りながら自分の求めるこの性別を維持してるわけなんで、あの時の先輩方から話を聞いてなかったら自分の体を傷つける方向に行ってたかもしれないんですよ。なので私はこのルーツを隠さずにちゃんと公表して、こういう生き方をしてきたんだと皆さんに少しでもお伝えできればなと思いました。やっぱり今のこの日本ってまだまだ性転換した人とか、まあ、LGBT っていう言葉は私あんまり好きじゃないんですけども、自分は普通の人間だと思ってるんで、特別ではなくて普通のことっていう私が作詞させていただいた歌詞にある通り、別に普通に生きてるだけなんで、ただ薬打たなきゃこういう感じは維持できないっていうだけであって、だからこそまだまだ受け入れられていない部分を少しでも私は別におかしいことではないっていうことをみんなに知ってほしくて、 YouTube でこれからも配信していきたいなと思っております。長くなりましたが、今回は私の秘密にしていた過去をお話しさせていただきました。少しでもこんなことがあったんだなって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、ノートもやってますので、そちらも画面の下からぜひフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。